2021年11月20日、21時32分ですね。今回ね、エリート社員はダメだということですね。投資は、エリート社員はダメだということをちょっとお伝えしたいと思います。私はね、IBM の取締役もやってたことあるんですけれども、また今やってるか分かりませんけれども、前、日本ビジネスコンピュータという会社を創業してね、今なんで JBC ホールディングっていう会社ですかね。2回目のじいさんが日興電機を創業して、日本ビジネスコンピューターというその時に増設したんですね。その時に日本ビジネスコンピューターという名前を僕が作ってですね、それから現在の JBC ホールディングスという会社になったわけですね。で、誰も生きて、僕を知ってる人は一人も生きてませんけれども、少しはいるのかな。日本ビジネスコンピューターの社長をやった人かな。また健在だと思うんでね。で、今 JBC ホールディングスって会社になってるんですけど、その会社の副社長、僕の部下が、副社長が IBM の副社長をやってたんですね。で、経営もしてうちの会社をやって、経営を一緒にやってたと。で、部下とは言わないんですけど、対等にね、各自の番をしたということで、部下とは言わないんですけども、IBM の大和研究所にもちょっと勤務したことあるんですね。モグリでですね、違う会社で入ってね。で、副社長とも直接会ったりしてましたけども、IBM 大和研究所ですね、2年半ほどいましたけども、IBM の、取締役もやってました。で、私がね。で、エリート社員ダメなんですよ。投資では、ダメだということを、お伝えしたいと思います。なぜエリート社員はダメだという、投資がダメだというのはね、偽計とか何でも、ちょっと勉強しすぎるんですね。で、偏っちゃってるんで、実用的じゃないんですね。研究とか、新しい教育の上のこととか、そんなことはできるんだけども、各自ね、一般状況が把握できない頭になっちゃってる。というか、ね、世界じ、状、状況とか、実際の立場、今の自分ね、どんなもんなのかっていうことですね。これが、できないんですね。だから、通常技術バカという言うんですけど、技術バカじゃないんですよ。バカになっちゃってるんですね。ということで、勉強はできるみたいだけども、インスタント、簡単に言ってインスタントが多すぎるってことですね。インスタントで、試験に合格したのばっかしなんですね。だからエリートってみんなそうなんで、虫になっちゃってるんで、虫で勉強しちゃうとバカなんですね。時間かけて覚えないと勉強で学問はダメなんだけど、大学卒業博士課程とか、ね、エリートはそんなことしちゃってるんで、実際は総合的に見ると、全体から見れば優秀ですけどね。勉強、してない人が多いんでね。で、インスタントで勉強してない人には勝てませんけれども、ちゃんと自分で勉強してる人、社会でいたらね、少ないんでね。そっちの方が、利口なんですけれども、一般的にエリート社員っていうのは、インスタント勉強、超能力使って
大学学問を点数を100点取って卒業して一流の会社に入っただけなんですね。ですから本当の一番の勉強者じゃないんですね。で投資仕事ダメなんですね。というのは、稼ぐ方法を分かっても不安が取れないんですね。不安が稼ぐ方法を見つけてね、投資でね、これが上がるよというのを分かって稼ぐんですけども、その時に不安が取れないんで、不安っていうのはね、その仕事をする10倍以上かかるんですね。仕事が不安でね、取られちゃうんですね。またその会社に流しちゃうとか、ね、会社に働く人を作って全部そっちに回ってしまうとかね。で、ビル・ゲイツとか、ウォーレン・バーフェットさんみたいに 90% 以上寄付しちゃうとか。で、結局自分の儲けずほとんど取られちゃうんですね、一生ね。だから自分で働いたものは全部 90% 以上取られるから、これはもう地獄ですね。というふうに会社作ってもそうなるんですよ。ただそういうことを平気でしてしまうのはエリートなんですね。エリートがほとんどなんですね。だから、エリートは、だから、そのバカなんで、不安が取れないんで、ね、いくら稼いでも何百億ね、年収があったって、みんな部下に取られちゃってたり、周りに取られたり、税金で取られて、寄付で取られてるね。ね。ということですね。だから、まあ、世界中のね、エリートとぶつかったんですよ、私がね。で、ここのとこ1週間以上ね、揉めてまして、ガチガチやってたんだけど、そういうことなんですね。お前たちは、投資で稼ぐ方法、無限に稼ぐ方法は分かってんだろうけれども、ね、なぜ私に絡むんだということを言ったんですよ。エリート、世界中のね、日本の IBM だけじゃないんですよ。世界のエリートです。がくっついてたの、頭がね。で、大きい摩擦が1週間以上来てまして、1、2週間ずっとね、私に向かってきてたんですよ。で、そうしたらね、そうしましたらね、問題は何なのかというようなことでね、初めはね、今の世界中、今きつくなったじゃないかというようなことでね、その理由を前にちょっと説明したんだけど、これは全体の能力が上がると地球じゃなくて宇宙全体で辛く来るんだよということでね。だから私が今63ですけど、20歳時代の時ね、ね、と今と比べたら同じにならないんですね。今の若い人ときつくなってるんですね。これは人間たちの問題、地球人たちが厳ししたもんじゃないんだ。宇宙全体の生物の気候なんですね。ということなんです。全体が利口になってきてるから、ね。悪いことをするときも大変なことになるんだから、全体に重力がかかってくるっていうことですね。厳しい。それがかかってきたわけですね。で、その厳しさのだん世界中厳しい、生きるのに厳しくなるわけですよ。これは能力が上がれば当然そうなるわけですね。で、それを説明してんだけど、まあ、つっかかりできたわけですね。金よこせとか、そういうことで世界団体が来てるんだけど、うん、それを隠すために嘘ついて、ガーガー絡んできたんだけども、私ね。あと、パナソニックの創業者でもあるわけですよ、私はね。松下幸之助会長に次ぐ一番の松下電機産業株式会社元ね、の創業者なんです。今、パナソニックって名前になってますけどね。それでは私一番なんだけども。で、みんなそんなの知らんと言いますよね。人間たちはそもそも能力者の私を敵として見るんで、ね。力かけてなければ私の言うことは来ません。100% ね。で、まあ、それはともかくとしてですね、
ちょっと簡単にね、ウェブカメラでね、画質の悪いやつでごめんなさいね。めんどくさくてね、録画撮んないね。で、大事な話だったんで、記録撮んないといけないということで、ね。で、世界のエリートたちが僕に、攻めてきたんですよね。金よこせとか言う。ね。つまり、彼らはね、エリートたちは、世界のエリートたちは、まあ、団体で組めば、ね、無限に稼ぐ方は知ってるんですよ。ただ、法案が取れないんで、稼げないってことなんだね。で、そのエリートたちはダメなんだよっていうことを、僕は、周りの人に言いたかったんだけど。つまり、インスタントで学校いい勉強してるんで、あと、虫になってね、テレパシーでカンニングしてね、勉強して卒業してるだけなんですよ。それで、超綺麗なね、ビールとか、ね、エリートが住むビジネス街に大学卒業してね、入社試験も合格して、それも同じね。で、定年までなった人、ね、と話したわけです、世界中の。で、彼らが言うのは、だから金動かせとか言うことなんだけど、彼ダメなんですよ。エリートはダメなんですよ。というのは、そういうこと、インスタントで覚えた人ばっかしなの。勉強。ね。だから、法案が取れない。法案とっていうのは、例えばなんか飲食店で販売したりして売って、ね、儲かるでしょ？その仕事よりその稼いだお金を使うには、さらに10倍以上お金かかる。仕事が必要なんですよ。自分だけ使えるようにね。自分で働いたもんだから 100% 使っていいんですよ。だけども、それはできないの、エリートではという。インスタントで、力ないんですよ。少ないんで、減るんです。ということでね、説明したいんですね。だから、相変わらず脅してきて僕にね、世界中のエリートが金を起こせ、欲しいと。これは無限、彼ら組めば無限に稼げる。法案が取れないっていうことだけ。財産稼いでも取られちゃうから、稼げないっていうことなの。だからダメなんです。そういう人間なんです、エリートってのはほとんど。ね。これは言ってくれていいんだ。ね。今回はいいんですよ。負荷はね。結構大きいけど、大事なことなんでね。言ってくれていいですけど。正当にね。世界の一流でね。定年迎えた人たちが結構多かったんだ、今回は。ね。言うなれば、法案を取るのに、また仕事する10倍かかるよって。ね。商売やって、稼いでそのお金を売り上げでね。ね、税金払って引いた分、全部自分で使いたいわけですよ。だけど、それが使えないから稼げないよっていうことなんだ。これは10倍以上かかるの、また仕事が。だから、技術バカで勉強した人、インスタントで勉強して、エリート卒業して、定年迎えた人っていうのはほとんどダメだっていうこと。ね。ちゃんと、自分で覚えないと、インスタントじゃないと。うん、そうじゃないと、全部取られちゃうっていうことを稼いだお金を。ね。これが、問題なんですね。ね。私に言ったってどうにもできない。私があげたって全部盗まれちゃう。そんなもん全然相手できないですから。ね。どうもありがとうございます。教えは大事なことは私の言うことね。これをしっかり勉強していただきたいということですね。どうもありがとうございました。販売用先生でした。